はい、ちなみにですね、今日ノベルさんなんと新作のサムネをたくさん提出してくださいまして、はい、新作、はい、そうですね、先日送らせていただいたものとはまた新しい作品たちをね、うん、はい、送らせていただきました。そうなんです、はい、あまりにもその新作がですね吐き気を催しました。吐き気、あらら、はい、いや、やっぱそれはうますぎてね、楽しみだな。自分の中でまあ自信がないのはないんですけど、うん、まあまあ、ちょっとぐらい自信がないなぐらいの感じですわ。あ、なるほどですね、うんうん、じゃあロベル先生の作品ちょっと自信がないもの、あ、見てまいりましょうか。はい、はいはい、こちらです。よいしょ、うん、なえ馬いいやね、まあ、競馬の配信ですよね、おそらく。あ、そうですね、こちら競馬の配信で、まあ、同時視聴するという配信でございましたね。同時視聴だったのか、うん、そうでございます、はい、馬以外のちょっと情報がないので同時視聴かどうかもちょっとわからない。なるほど。いや、これはねすごい、感じてほしいのがやっぱり、はい、競馬って可能性が無限大なんですね、はい、で後ろの宇宙って皆さん無限大ですよね。まだ何も解明されてないとこも多いわけでございますから、ちょっと新しいギャラクシーの素材を使ってるとかポイント高いかなと思ったりはしますね。いいな、そうでございます。やっぱりギャラクシー、やっぱホロスターズなんでね、星も掲げてね、わー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 、さすがだわ、さすが、だいぶちょっとピーナッツくんとばあちゃん具合悪くなってきてると思うんですけども、いや本当に理解が追いつかないよ、僕は全然。ちょっと今日の新作ですね、全部吐き気するんで大丈夫かな。胃薬先に皆さんに渡した方が良かったですね。いや、この世界観ついていけないと、うん、正直ちょっと正直ね、うん、危ないよ、良くない。今日はロベルさんのねちょっと自信のない作品2枚目でございます。こちらです。よいしょー、おー俺いや、いいね、やっぱりね、お礼っていうものは気持ちを強く持たないといけないわけじゃないですか。やっぱり、まあ、いただいたスーパーチャットとかの確かお礼の配信だったと思うんですね、これは。そうだ、背景珍しくないですかこれ。何これ、何色背景。いやこれももちろん厳選した中でやっぱお礼という黒文字でいこうと思ったんでね、この背景がピタッとシックにまとまってるよ、シックに、うん、そうです、モノクロな感じでちょっとシックにまとめてみたって感じですね。シック、はい、ね、なんかお三方はねなんかシックな気持ちになってますけど、なんかこれはシックでまとめたやつなんですよ。見てよ、わらべの悲しそうな顔。いや、ばあちゃんだって、ばあちゃんは俺のサムネ一回作ったことあるんだから、あなた。あるけど、うん、あるけど、このレベルなかったよ、まだその時。ひどくなってる、ロベルさん。ひどくなってるよ。いや、良くなってると思うけど。良くなってると思う。良くなってるんですね、先生的には。前に進んでると思う。ちょっと僕が結構具合悪かったのはこれですね、ちなみに。すごいな。ピーナッツくんはそんなことないでしょ、これ多分見ても。いやいやいや、なんかあえて白背景で文字黒だけみたいなんだったらわかるけど、はい、背景何これ何これ、なんだろう、この気持ち悪いんだけど、何なのこれ。いや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 ではですね、じゃあロベルさんの自信がない作品3点目いただいておりますので、うんうん、こちら見てまいりましょう、うん、よいしょ、はいはい、うおーこれはすごいですよ、これは。なんだこの枠。いやー、これ画期的。なんだこの枠っていうのは我々の今気持ちなんですけど、見たことがないレベルのね、素晴らしい作品で、はいはい、綾本さんも大喜び、椅子から落ちそうなぐらい笑ってますけども、これはやっぱりね、すごい細かいところね、皆さんわかりますか、これの奥、これこそやっぱりなんか奥深さというんですかね、奥深さ。幽谷ロベルが何と戦っているのか皆さんに当ててもらう放送だったんですけど、はあ、まあこれでまずまあタイトルがねもうバンってサムネに載ってるわけですから、あ、今日幽谷ロベルさんは幽谷ロベルが何を戦っているのか皆さんに当ててもらう放送をやってるんだなっていうのがまず分かるっていうのが1点ですね、うん、これは、はい、分かりました分かりました。でもやっぱり変な枠という私やってまして、でもやっぱなんだこの枠って、はい、みんなが思う気持ちをうちなるロベルが代弁してるっていうまあ構図になってますよね、これまず1点。もう1点、まあ、確かに我々今なんだこの枠っていう気持ちになりましたからね、なんだでもやっぱり基本的に僕あんまりねなんかこうまあなんか荒波を立てるじゃないですけど、まあ後ろのやつをねちょっと波立たせることによって、うん、あ、ちょっと今日の幽谷ロベルさんの配信何かあるかもしれないぞっていう荒波を立ててる、この背景のジグザグで、はい、はい、この水溜め座みたいなやつですか。波を意識してまして、これでちょっとやっぱ何か人波乱あると思うみたいなところを意識してる、はい、水色背景に赤っていう一番相性悪いカラーリングで来たんで目がめちゃくちゃ痛いんですよねこれ。じゃあラベルさん、もう一点来てたんですよね実は。よいしょ、え、言い訳サムネ、これ一番嫌い
一番嫌い俺も嫌い。これ先にあの謝っておきますと、はい、まあ、この後作ってないです。ちなみにこれそうです、ね、切り替わっておりません。このサムネイルはこれのままです。はい、えまだ後での段階なんだ今も。そうですね、まだ続いてる後でが、まだ続いて、やっぱ物語を終わらせたくないというか、この何言ってんだよ。全部そう、何言ってんだ。これはわかる、わかる。いやでも俺はいいと思うけどね。前本も嫌いって言ったやん。これ今嫌いって言ったやん。いやいや、じゃあこのスタンスが良くないなと思って、別さらしくないなと思った。あ、うん、あそうですね、ちょっとね、うん、なんか逃げちゃったね、作ることを。そう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 、作ることを逃げちゃったね、なんかね、ここで、ね、俺たちはもう作品作ってなんぼの世界の。そうですね、確かに後先伸ばしちゃってるっていうのは確かにマイナスポイント。これはちょっとやっぱり良くないなと思う、はい、じゃあちょっと最後ですね、ちょっとおまけパートとしまして、うん、僕どうしてもピーナッツくんに見てほしいロベルさんのサムネがありまして、はい、ちょっと多分ピーナッツくんだけは見たことないと思うんですよ。ん、あ、素晴らしい、アクセイノベーションだ。おしゃべりよ、やっぱいいのよ、なんかね、うん、サムネ作る時間よりも喋りたいって時はやっぱ来るのよ、いつか絶対に、うん、もうだって犬山玉木さんも使ってらっしゃいますから、これは実際。ちょっと実は、すいません、一回ちょっとサムネ間に合わなくて、ちょっとメンバーシップあれ、ほら、お前ならいいかなみたいな、メンバーシップだったら許されるかな、いや実際内容もおしゃべりよって感じだったんで、まあ、需要があるんですよ、これには。あるよ、はい、ちょそれをロベルさんに使ってるのがバレた時に、ロベルさんにやっぱおしゃべりよっていいですよね、あった方がいざという時助かりますよねっていう風になるわけです。30秒で作れるよこんなの。俺は5秒で作るけどねこれは、うん、もう俺は5秒で作るけど、ね、何を張り合ってんだもん、何の張り合いなんだよ。本当だよ。